今週もキャプテンの丹生谷選手が今シーズンから馬佐自由大分に加入した新加入選手にインタビュー。今回はフィールドプレーヤー山下和弘選手。では山下選手に来てもらいました。自己紹介をお願いします。背番号19番山下和弘です。大阪府出身の34歳です。よろしくお願いします。今までのチームフットサルを始めてチームどこに所属してたのかちょっと教えてください。はい、名古屋オーシャンズ、デウソン神戸、アグレミーナ浜松に所属してました。で F リーグ、ね、ヤマク1年目開幕戦からって いるってことですよね。開幕ってかいいんですか。その時の F リーグに比べて今の F リーグってどう、なんか戦術的にとかこうフィジカル的にっていう進化はすごいしたと思うんですけど、はい、まあ、なんか当時の人たちの熱さっていう部分がちょっとこう薄れた部分あるかなと思います。あ、それすごい感じますね。ちょっと分かりますね。ちょっと僕練習見てて思うのがちょっとバサジのお父さん的な存在だと思うんですよね。で、あの話を聞いたらやっぱあの実際にパパをされてるということでちょっとパパ相談をしてもいいですか。あのちょうど今あのうちの娘、まあ、美咲ちゃんって言うんですけどみーちゃん通称可愛いんですけど、あのみーちゃんあのちょうどイヤイヤ期入ってまして、イヤイヤ期のこう過ごし方というかどういう対処って言ったら変ですけどしたらいいのかなと思って。そうですね、やっぱ基本は無視っていうところが大事ですね。なるほどです、ね、泣き止むのを待つ。泣かすだけ。そうですね、泣き止んだのを待った時になんで泣いてたのっていうのをまず聞いてあげるのが大事かなと思います。なるほど。ご家族に向けてメッセージをお願いします。はい、さえちゃん、くみちゃん、パパ頑張ります。試合も応援来てください。いや、めっちゃいい笑顔しますね。では最後にファンの皆さんに一言お願いします。リーグ優勝に向けて、精一杯頑張ります。まずはプレーオフ進出できるように、チーム一丸となって、熱く戦いますので応援よろしくお願いします。以上山下選手でした。パパ同士プライベートもフットサルも頑張ってくださいね。ここでお知らせです。お得なホームゲームの当日引換券セットチケットパック10の発売を開始しました。詳しくはホームページをご覧ください。そして本日は馬佐自由大分今シーズンの開幕戦、頑張れ馬佐自由大分。